我々に与え続けてきた。やがていつの日か結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。繁栄と成長を続ける世界、全ての人々のための平和、ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。なぜこの町の結界はどうなっているんだ。平和の礎であるテイとザーフィアスより願う。世界が穏やかであるように。でかい声出してどうしたんだ、テッド。あれ、ほら、アクエブラスティアがまた壊れちゃったよ。さっき修理してもらったばっかりなのに。なんだよ、厄介事なら騎士団に任せとけって。そのためにいいんだから。下町のために動いちゃくれないよ、騎士団なんか。世話好きのフレンがいいんだろう。もうフレンには頼みに行ったよ。でも会わせてもらえなかったの。はあ、俺フレンの代わりか。いいから早く来て、人手が足りないんだ。テッド、テッド、降りてきなさい。あんたも手伝うのよ。ちょっと待ってよ。もうユーリのバカ。騒ぎがあったらすっ飛んでくるやつなのに。あの調子じゃ魚しか住めない町になっちまうな。昨日は昨日で騎士団との揉め事に駆り出されるわ。今日は今日でアクエブラスティアが壊れると来たか。なんだってこの下町は毎日騒がしい事件が次から次へと起こるんだろうな。
わってるよ。ぼやいてても仕方ねってんだろ。遊びはほどほどにしとけ。もう若くねえんだから。その水遊びをこれからお前さんもするんじゃよ。あ、運び1、2、1。アンクス爺さん頑張ってるな。責任感じてんのさ。修理代先頭だって集めてたの爺さん。その結果がどかにとはね。けど、魔導士が手抜き修理すんのはじいさんの責任じゃねえよ。まあな、じいさんもばあさんの片身まで手放して金を工面したってもん。俺ユリ、水が穴になら近づくな。危ないぞ。じいさん、コア見なかったか。ブラスティアの真ん中で光るやつ。え、じゃあな、ないのか。コアがなければブラスティアは動かないってのな。最後にブラスティア触ったの修理に来た貴族様だよな。ああ、モルディオさんじゃよ。貴族街に住んでんのか。そうじゃよ。俺もういいから、ユリもみんなを手伝わんか。悪いじいさん、用事を思い出したんで行くわ。待て、まさかモルディオさんのところへ行くのではあるまいな。貴族様の町に俺が。あんな行き詰まって気分悪くなるとこ用事があっても行かねえって。まったく、ボディブラスティアで技を使えるからって無茶だけはするんじゃないぞ。
どうでしょうね。あいつ下町のことだといつも無茶します。おかげで騎士だ。まあ、いっ君は新聞を読む習慣は今日のこの大変な出来いつでもどこでなんで壁の中にいるかではさら、うん、
お、この家のどこかにモルディオが潜んでやがるはずなんだが、あいつは。よし、お宝発見。お前、モルディオだな。よし、よくやった、ラピード。なんだよ、コアがねえぞ。コアを取り返して、一発ぶん殴ってやろうぜ。騒ぎと聞いて来てみれば貴様なのであるか、ユーリ。ついに食えなくなって貴族の…なんだ、デコとボコか。ボコじゃないのだである。逃げようとしてもそうはいかないのだ。逃げてるように見えるか。はあ、だから出世を見逃す。なんという暴言か。取り消すのである。この方が手っ取り早くていっか。アデコールは下がってるのだ。騎士団の名誉にかけ、ここは私や。いや、騎士団の名誉は私が守るである。下っ端は下がっているのである。下っ端はお前だろうが。いや、私が上司である。そんな風に取り合いされるのは光栄だけど、移動くらい満足にしろよな。行くぞ。私が上司。いや、一発かましてやんないとわかんねえかな、こい。
ッチッチッどうだ聞いた何俺くそーとおいおい貴様いや逃げてるようにおっと防御でっとおいおいおふくせがれた瞬人剣であるよっとなんだよ私の技を勝手に防ぐなである無茶苦茶言うなよまあそっちが技で来るならこっちも行かせてもらうぜ総破陣もう一茶言っとくか次のは痛いぜソーハジョンまさかこれでおこれで終わってったま我々の実力はこんなものではないぞさて本気で行くぜそれはこっちのセリフであるあっしろよ稽古に付き合ってやったんだからお前ら腕落ちたんじゃねえの こりゃ馬車はもう無理だなさすがシュバーン隊こんな下民一人捕まえられないとは無能だねこれはキノール隊長とても見苦しいところである君たちのような生まれの癒やしいヘナチョコ隊シュバン隊長にはご内密に逃げたのがブラスティア泥棒なら逃がしたのは税金泥棒かよしょうがねえな飼い犬にも見放されるとはこれは傑作なのであるはははは毎度毎度忙しいねユーリ・ローウェル君僕も忙しいけどちょっとだけ遊んであげるよ僕のキュモール隊がねお前らがそうだからフレンが苦労するんだよあんな成り上がりの小隊長には苦労がお似合いだよ終わったらいつものように独房にぶち込んでおいてくれよ10日も入れれば反省するだろうかねえその例の盗賊が難攻不落の貴族の館からすんごいお宝を盗んだわけよ知ってるよ盗賊も捕まった盗品も戻ってきただろにゃん、そこは貴族のメンツが邪魔をしてってやつでな。今館にあんのは贋作よ。バカな。ここだけの話な。漆黒の翼が目の色変えてアジトを探してんのよ。例の盗賊ギルドか？うん、
おとなしくしてろ。もうすぐ食事だ。そろそろじっとしてるのも疲れる頃でしょうよ、お隣さん。目覚めてるんじゃないの？そういう嘘自分で考えんのか？おっさん暇だな。おっさんはひどいな。おっさん傷つくよ。それに嘘ってわけじゃないの。世界中に散らばる俺の部下たちが必死に集めてきた情報でな。はは、本当に面白いおっさんだな。じゃあの道は蛇、試しに質問してよ。何でも答えられるから。海賊ギルドが沈めたお宝か、最果ての地に住む賢人の話か、それとも それよりここを出る方法を教えてくれ。なあ、何したか知らないけど、10日もおとなしくしてれば出してもらえるでしょ。そんなに待ってたら下町が湖になっちまうよ。下町？はあ、聞いた聞いた。アクエブラスティアが壊れたそうじゃない。今頃どうなってんだかな。悪いね、その情報は持ってないわ。モルディオのやつもどうすっかな。モルディオってアスピアの学術都市の天才魔導士とオタク関係あったの？知ってるのか？お、知りたいか？知りたければそれ相応の報酬をもらう。学術都市アスピオの天才魔導士なんだろ？ごちそうさま。え、あ、いやいや、違うって。美食ギルドの長老の名だ。いや、待て、そら、あ、出ろ。いいところだったんですがね。早くしろ。騎士団長アレクセイがなんで。ノート。騎士団長直々なんて、おっさん何者だよ。女神像の下。何をしている。はいはい、ただいま行きますって。そりゃ抜け出す方法知りたいとは言ったけどな。マジで開くのな。相変わらずのザル警備かよ。これなら抜け出せっけど、脱獄罪の上乗せは勘弁だな。下町の様子を見に行くだけなら朝までに戻ってこられるか。女神像ってのも試す価値はありそうだ。何者だ？チン、見つかった。ちゃちゃっと終わらせようぜ。楽できたな。しばらく眠ってて、これ以上罪状増やしたくねえけど、見つかったらやるしかないな。うろちょろしてるて。
来やがったな。はっ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 本気出しちまった。来やがったな。総破人余裕こんなもんだな。来やがったな。戦い足りねえかな。もうお戻りください。今は戻れません。これはあなたのためなのですよ。例の件につきましては我々が責任を持って小隊長に伝えておきますので。そう言ってあなた方は何もしてくれなかったではありませんか。それ以上近づかないでください。おやめになられた方がお怪我をなさいますよ。剣の扱いは心得ています。致し方ありませんね。手荒な真似はしたくありませんでしたが。おい、いたぞ、こっちだ。お願いします、行かせてください。どうしてもフレンに伝えなければならないことが。フレンだって。フレン、私を助けに。誰？貴様、何者だ？ったく、こっそりのはずがいきなり厄介事かよ。こいつ、ブラスティアを持ってる。二人でかかれば。ったく、それが騎士のやることかよ。最近の騎士団じゃエスコートの仕方も教えてくんないのか。えい！な、何すんだ。だってあなたお城の人じゃないですよね。そう見えないってんならそりゃまた光栄だな。ユリ・ローエル！だから不届きな脱走者め、逃げ出したのは分かっているのである。ちん、またあいつらか。もう牢屋に戻る意味なくなっちまった。バカモン、ルブラン小隊長は声でかすぎて耳が。ユーリ・ローウェル、もしかしてフレンのお友達の。ああ、そうだけど。なら以前は騎士団にいた方なんですよね。ほんの少しだけだけどな。それフレンに聞いたの？はい。あいつにも城の中にそんな話する相手いたんだな。あの、ユーリさん、フレンのことでお話が。ちょい待った、あんた一体何なんだ。フレンの知り合いなのは分かったけど、
どうして騎士団に追われてんだよ。こっちだ。事情、まずはフレン。はい。行くぞ。そういや、来やがったな。こんなもん。来やがったな。こんなもんだな。一丁やるか。そうだ。余裕。リベンジなら受け。一丁やるか。一丁やるか。そうだ。楽勝。じゃあちょっと終わらせようぜ。どうだ。なんつう。ふう。ら。一丁やるか。
楽できたな。一丁やるか。この辺りだったような。あんたの立ってるそこがフレンの部屋だろ。やけに片付いてるな。こりゃフレンのやつどっかに遠出かもな。そんな、間に合わなかった。で、どうして？私何も悪いことなんてしてません。なのに騎士に追い回されるのか。常識じゃ測れねえな、城の中は。あの、ユーリさん。なんだよ急に。詳しいことは言えませんけど、フレンの身が危険なんです。私、それをフレンに伝えに行きたいんです。行きたきゃ行けばいいんじゃないのか。それは俺にも急ぎの事情があってね。外が落ち着いたら下町に戻りたいんだよ。だったらお願いします。私も連れて行ってください。今の私にはフレン以外に頼れる人がいないんです。せめてお城の外までお願いします。助けてください。訳ありなのは分かったから、せめて名前くらい聞かせてくんない？俺の刃の餌になる。ノックぐらいしろよな。俺はザギ。お前を殺す男の名覚えておけ。シン・フレンシーフォ。人違いだっつうの。死ね。知った人の話聞いた方がいいぜ。ザギだ。俺の名前を覚えておけ。フレン。フレンじゃねえ。聞けよ。なんだよお前。お前こそなんだよ。俺はお前を殺して自らの血にその名を刻む。それ最高に趣味悪いんだよ。楽しく楽しくなってきたぜ。はあ、何がだよ。こっちはちっともよくねえよ。いいな、その余裕も。さあ、上がってきた上がってきた。いい感じじゃないか。急に変わりやがったな。私もお手伝いします。来るな。でも、ああいいぜ。何人でも無理しねえでいい。はい。簡単に終わら。まあ、楽しいじゃねえか。落ち着いて。ああやってこっちのペース乱そうとしてるんです。お前が落ち着け。あいつにそんな深い意図ねえって。じゃあ、あれが砂です。ごちゃごちゃ喋ってたら死ぬぜフレン。だから人違い。全部弁明しても無駄っぽいな。でも誤解なら
戦うより話し合いの道を。俺と会ったが運の尽きだな。話し合いのできる状況が落ちちまった方が早い。強えじゃねえか。痛え。こんなもん。そうだ。先生なら勝つぞ。ここへバンドイン。もうしょうがない。クワッと頑張れない。そうだ。クワッと頬がよっと。もうしょうがない。クワッと頬がよっと。クワッと頬がよっと。それそれ。そうだよ。ヒロコンポ。クワッと頬がよっと。俺、フレンに見えないよな。全然違いますよね。全身に力がみなぎるぜ。相手完璧に間違ってるぜ。仕事はもっと丁寧にやんな。この人はフレンじゃありません。そんな些細なことはどうでもいい。さあ、続きをやるぞ。そりゃどういう理屈だよ。ったく、フレンもとんでもねえのに狙われてんな。ザギ、引き上げだ。こっちのミスで騎士団に気づかれた。貴様。俺の邪魔をするな。まだ上り詰めちゃいない。騎士団が来る前に行くぞ。今日で楽しみを終わりにしたいのか。ここもゆっくりできねえのな。女神像の話にかけてさっさとおいとまするか。あの、ユリさん。わかったよ。ひとま。はい。あの、私、エステリーゼって言います。じゃあ、エステリーゼ、急ぐぞ。待ってください。ドア直さないと。んなことしてる場合じゃねえだろ。でも。しゃあねえな。待ってな。ほらよ。さあ、行くぞ。はい。一丁やるか。そうだ。リベンジなら受けて立つ。さっきの連中のせいか、これ。俺の生徒がになってねえよな。怪我人が出てな。騎士団もそうです。ユーリ・ジョーエル、どこに逃げおった。ほら、元気なのが来たぞ。この声、ルブランだな。あの、お知り合いなんですか。ま、ちょっと前にな。あと、そんなことより急ぐぞ。その目立つ格好もどうにかした方がいいな。着替えならこの先の私の部屋に行けば。んじゃ、それで行こう。ここが私の着替えてきますので。わかった。
念のため。心外だな。覗くわけないだろう。フレンから、会ったら用心するようにって言われてますから。余計なこと吹き込みやがって。お待たせしました。おかしいです？いや、似合ってねえなと思って。そうでしょうか。何これ？よろしくって意味です。んじゃあ行くぜ。はい。ユーリさんって以前は騎士だったんですよね。フレンからそう聞いてるってさっき自分で言ってたじゃねえか。それにしてはお城の構造にあまり詳しくないように思いまして。あ、まさか偽物？そりゃどういう想像力だよ。下町の一般人になりすまして俺は何すんだ。それもそうですね。ほら、こんなところでうろうろしてて騎士に見つかると厄介だぞ。チャチャッと終わらせようぜ。誰か炎症中の援護を。分かった、任せろ。そうだ。戦い足りない。チャチャッと終わらせようぜ。余裕。ここへバーストエンド。下町の様子見て戻るつもりが、とんだ拾い物をしちまったな。拾い物って何です？
よろしければ私がお城の人に届けましょうか。いや、あんたにだけはちょっと頼めない拾い物なんだよ。ふん自覚がねえならいいって。そうですか。気が変わったら言ってくださいね。世間知らずの貴族のお嬢様ってとこかな。でもなんだって騎士に。来やがったな。戦いた。先ほどのザギと呼ばれていたような方がお城の外にはいっぱいいるんでしょうか。いや、ありゃ特別。あんな頭のイカれたやつ、そういるもんじゃない。そうですよね。よかったです。もしあの方が一般的な方だったらどうしようかと。あんなのがうじゃうじゃいたら暮らしにくくてしょうがねえって。じゃあちょっと終わらせようぜ。そうだ。生命の圧力。おととい来やがれ。どうやっておとといに。真剣に悩むな。来やがったな。まずいな。リベンジなつ。フレンとは知り合って長いのか。2年か3年、多分それくらい前だったかと。あいつ、城の中でうまくやってんの？フレンはとても真面目で誠実ですから、周りの人からも信頼されているみたいですよ。大きな任務を任されることも増えてきたと、先日話してくれました。真面目で誠実ね。頭が固くて融通が効かない、とも言うけどな。ユーリさん？この像に何？秘密があるんだと。秘密って言っても特別何も変わったものでは。動かしたら秘密の抜け穴があるとかな。まさか。やってみる価値はあんじゃねえの。本当に？うわ、本当にありやがった。もしかしてここ。保証は俺は行くけど。行きます。なかなか言う。しかし、どうした？やっぱりやめんの？いえ、てっ
ます。ちょっと見せてください。ん？ああ、悪い。綺麗なブラスティアだと思ったら、つい手が。本当にそれだけです？本当にそれだけ。って、ありがとな。いえ、これくらい。ほら、行くぞ。こんなところにも魔物が嫌がるのな。魔物、あれが。見たことないか。じゃあちょっと片付けますか。ユーリさん、前からも。ちっ、厄介だな。多すぎだろ。一体ずつ確実に。聖なる活力、そうだ。ファーストエイド、そうだ。聖なる活力、ここファーストエイド、聖なる活力、ここファーストエイド、聖なる活力、ここファーストエイド、そうだ。これなら次どいつだ。リベンジなら受けて立つぜ。いっぺんに敵はか、そうなんです、少ない敵を。ユーリさんはどっちでもいいだろう。油断は禁物です。シャオラ、サザンカ、ソーハ、戦い足りねえ。地下の通路を教えてくれた人に感謝しなきゃいけませんね。別にお前が感謝する必要はないんじゃないか。私だって外へ行きたかったんだから、あなたと同じです。それならそれでいいんだけど、なんでか素直に感謝する気になれないんだよな。ダメです、恩ある人にはちゃんとお礼しないと。会ったこともない相手によくそう律儀になれるもんだな。会ったことのない人だからこそ礼を失してはいけません。ふん、そういうもんかね。そういうものです。一丁やるか。そう、聖なる活力、ここファーストエイド、そうだ。サザンカ、それそれ、そう、いどいつだ、そうだ。俺に勝つのは100年早い。長生きなんですね。そうじゃないだろう。一丁やるか。えい、ソーハ人、はい、ソーハ、聖なる活力、カマラ、ここへ、こんなのどうです、シャーディー、聖なる活力、ソーハ人、ファーストエイド、ソーハ、
本気出しちまった。力を合わせていきましょう。刃に宿れ、さらなる力よ。シャーピリス、サザンカ、それ、ケイ、そう、いそいつだ、すごい、そう、いそいつだ、それ、ケイ、はい、こんなもんだな。ちゃちゃっと終わらせようぜ。決まりました。決めたのは俺。あれ？眩しい。もう朝かよ。貴族街に繋がってんのか。窓から見るのと全然違って見えます。そりゃ大げさだな。それは、ま、お城に住むお嬢様ともなれば。はい、そうなんです。ま、とりあえず脱出成功ってことで。あの、何か間違えました？いや、別にな。で、エステリーゼはこれからどうすんの？フレンを追います。行き先知ってんのか？先日、
騎士の巡礼に出ると話していましたから。ああ、あれか。帝国の町を回って善行を積んで来いってやつ。はい、だから花の町ハルルを目指します。騎士の巡礼では最初にハルルへ行くのが習わしですから。となると結界の外が。ユーリさんは結界の外を旅したことあります？少しの間だけならな。興味はあるけど下町を留守にするわけにはいかないしね。俺も下町に戻るから町の出口まで案内するよ。ありがとうございます。ここが年貢の納め。バカモン、能書きはいいからさっさと取りよ。どうしましょう。なもんこうすんに決まってんだろ。どうえ、下町に逃げるぞ。ちょいとお城に招待受けて優雅なひとときを満喫してた。何をのんきな。こんにちは、エステリーゼと申します。いや、こりゃご丁寧に。いや、それよりも騎士団じゃよ。下町の山上には目もくれずお前さんを探しておったぞ。やはり騎士団と揉めたんじゃな。ま、そんなとこだ。ラピ、うん、何か。その袋は。
お前さんの部屋に置いてあるはずじゃよ。なら後で取りに行って振ってみな。いい音するぜ。モルディオも楽しんでた。モルディオさんに会ったのか。当人は逃げちまったけどな。アスピオって町の有名人らしいんだ。逃げた？ということはやはりわしら騙されて。ああ、家も空き家だったし、貴族って肩書きも怪しいな。アクエブラスティアも水漏れ通り越して止まっちまったみたいだな。ええ、怖がなくてどうにも動かん。残りの水でしばらくは大丈夫だよな。ええ、じゃが長くは持たんよ。あとは腹壊すのを承知で川の水を飲むしかないのかの。騎士団は何もしてくれねえし、やっぱ泥棒本人から子は取り戻すしかねえな。まさかモルディオを追いかけて結界の外に出るつもりか。心配すんなよ。ちょっくら行ってすぐに戻ってくっから。誰が心配なんぞするか。ちょうどいい機会じゃ。しばらく帰ってこんでいい。はあ、なんだよそれ。お前さんがいなくてもわしらちゃんとやっていける。前にフレンも言っておったぞ。ユーリはいつまで今の生活を続けるつもりなのかとな。余計なお世話だっての。神妙にお縄につけ。ま、こういう事情もあるからしばらく留守にするわ。やれやれ。これで金の件に関しては貸し借りなしじゃぞ。年甲斐もなくはしゃいでぽっくり行くなよ。お前さんこそのたれ死ぬんじゃないぞ。あ、待ってください。おじさん、私も行きます。あやつの面倒を見るのは苦労も多いじゃろうが、お嬢さんも気をつけてな。はい、ありがとうございます。騎士様、噴水はいつ治るんですか。騎士だ、かっこいい。はい、ふわしゃんの入れ歯をし、バカ。 Oh!
害をするのだ。あの女を泣かせるんじゃないよ。何勝手なこと言ってんだ。押すなって。もう今叩いたやつ。お、花の町ハルルに行くのなら、ほらこれ持ってきな。あ、静か。これ道しか書いてねえじゃん。仕方ないだろう。普通の人は町を離れないし、それでも作りはマシな方だよ。空白は自分で書き込んでいってくれ。まずは地図にある北のデイドン砦に行くといい。ユーリさんは皆さんにとても愛されてるんですね。冗談言うなよ。厄介払いができて嬉しいだけだろう。おい、誰だよ金まで入れたの。こんなの受け取れるか。待てどけ。しょうがねえ、一旦もらっとくか。何事だ。ラピード狙ってたろ。美味しいやつだな。犬じゃ、まずは北のデイドン砦だな。あ、はい。どこまで一緒か分かんねえけど、まあよろしくなエステル。はい。あれ、エステル。こちらこそよろしくお願いします。ユーリ、しばらく留守にするぜ。行ってきます。地図に、旅に必要な道具に、それにお金もたくさんいただいちゃいましたね。たく、あいつらも生活きついってのに無理していろいろよこしやがって。それだけユーリの旅立ちを心配してくれてるんですよ。今頃問題児がいなくなってせいせいしてんだろ。そんなことありませんよ。まあ、こんだけ借りを作っちまったら手ぶらじゃ帰ってこれねえ。何が何でもアクエブラスティアのコアは取り戻さねえとな。リベンジなら受けて立つぜ。一歩前進。
あいつはさっきから何ブツブツ言ってんだ。おーい、ぼんやりしてると置いてくぞ。エステル、エステル聞こえちゃいないか。おーい、エステル。はい、今行きます。呼び名がそんなに珍しいのかね。来やがったな。それでそうだ。そうだ。そうだ。本気出しちまったな。力だわ。来やがったな。そうはじん。サザンカ。そう、いっといた。そうはじん。貴様だ。そうはじん。そうだ。おととい来やがれ。ユーリを追ってきた騎士でしょ。どうかな。あ、あんま目立たないようにな。はい、私も早くフレンに追いつきたいですから。んじゃ、さっさと砦を抜けますか。本当に分かってるのかね。はい、いらっしゃい。今日はいい品入ってるよ。歯の剣商アッサムが売ったスキルの宿った名剣だ。旅をするならスキルは重要だよ。ぜひお試しあれ。スキル？スキルとは武器に宿った戦闘技術のこと。戦闘技術は本来誰かに指示し教わるものだが、剣商アッサムは特殊な方法を用い、その技術を武器に封じ込めた。ボーディブラスティアには力を封じ込めた武器より技術を習得する機能がある。武器を使い続けることでその武器に宿ったスキルを装備者に還元することができる。お嬢さん物知りだな。まあそういうこった。昔にクリティア族が人間に伝えたと本にありました。へえ、ボーディブラスティアって技や魔術を使うためだけかと思ってたぜ。自分に合った戦いをするためにスキルを考えながら武器を選ぶってのが賢いってものさ。スキルのない単純に攻撃力の高い武器もある。戦い方好みだけどね。武器に封じ込められたスキルはその武器を装備した時点で お前さんのボーディブラスティアに収められる。その武器を装備していればその武器に封じ込められていたスキルはいつでも使えるが、もしその武器を外したらその時はちゃんとセットしてやらなきゃいけない。
スキルは4つのカテゴリーの組み合わせによって成り立っている。スキルを何個かセットすると、そのセットしたスキルのカテゴリーに応じてボーディブラスティアのコアに門が浮かび上がることがある。例えば攻撃系のスキルばかりたくさんセットすればフレックの門が浮かび上がる。この門は自身の物理攻撃の効果が上がっていることを表している。どう組み合わせればどんな効果があるかは試してみてくれ。全部説明してると日が暮れちまうんでな。今ので分かったか？なかなか物は。お嬢さんの読んでる本に。おっさん、いや、砦の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。魔物がだそうだぞ。聞いて。え、何か言いました？情報を集めてくるからそこで待っとけって言ったの。あ、私も行きます。いいよ、持って行きな。そんな古くてページの抜けた本でよければね。ありがとうございます。その本、面白いの？面白いですよ。後でユーリにも貸してあげますね。Thank you.
何が見えるんです？人の営み、悪なき生きることへの執着。どうして人はそうまでして生きる？独占された技術を奪い合い、大切なものを傷つけてまでして。ブラスティアのことか？人の気持ちまではわからねえけど、何の因果がこの世に生まれてきちまった以上、やれるだけのことをして。それもまた真理か。あ、おい、行っちゃいました。さあな。暑いです。早々にとんでもないもんに会ったな。俺なんかついてんのか？避難してください。
なんとお礼を言えばいいか。いえ、そんな。怪我まで治してもらって。みんなが無事で本当によかった。あれ？安心した途端それかよ。結界の外って、あんな大軍で来られたら結界が欲しくなるな。ここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか？そりゃ無理だろう。結界は貴重品だ。そうですよね。今の技術では作り出せませんから。ブラスティアを生み出した古代ゲライオス文明の技術が蘇ればいいのに。それが蘇っても帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいな。そこの二人、少し話を聞かせてもらいたい。だからなぜに通さんのだ。魔物など俺様がこの拳でノックアウトしてやるもの。簡単に倒せる魔物じゃない。何度言えばわかるんだ。貴様は我々の実力を侮るというのだな。いやよ。邪魔するな。先の仕事で騎士に出し抜かれた鬱憤をここで晴らす。おい、これだからギルドの連中は。あの様子じゃ門を抜けんのは無理だな。そんな、フレンが向かった花の町ハルルはこの先なのに。騎士に捕まるのも面倒だ。別の道を探そう。すごく注目されてましたね。騎士にも話しかけられて危なかったです。たく、目立たないようにって言ったろ。先に飛び出したのは有利ですよ。目の前で魔物に襲われそうになってるやつをほっとけねえだろ。なんだよ。ごめんなさい。フレンが話してた通りの人なんだと思って。目の前に困っている人がいると放っておけないんだってよく言ってました。あいつもそうじゃねえか。今度会ったらお互い様だってユーリが言ってたって伝えといてくれ。わかりました。Thank you.